超酸化カリウムはカリウムの超酸化物。溶融したカリウムを純粋な酸素中で燃焼させて得られる。黄色の個体であり、結晶構造は立方症系で単化カルシウム型構造である。超酸化物イオンの不対電子のため、常時性を示す。超酸化カリウムは強力な酸化剤であり、また吸湿性もある。水分を吸収。 酸化させ過酸化水素と酸素を生成する。水酸化カリウムは二酸化炭素と反応するほか、吸湿性があり炭酸カリウム、炭酸水素カリウムへ変化する。これらを合わせると、最終的には次のようになる。炭酸カリウムへ変化した場合理論上、超酸化カリウム 1kg あたり 0.309kg の二酸化炭素を吸収し、0.38kg の酸素を放出する。 ここに1モルあたり1、2モルの CO2、3、4モルの O2 をそれぞれ吸収、放出するとも言える。炭酸水素カリウムへ変化させた場合は、ここに1モルあたり1モルの CO2 を吸収できることになるが、実際には CO2 の供給濃度の問題、炭酸カリウムの懲戒によって、流路を塞いでしまう問題によって、そこまで反応させることは難しく。 ソユーズの酸素発生器や深海2000向けに開発された生命維持装置では水酸化リチウムによる追加の二酸化炭素吸収を行う。水酸化リチウム、超酸化カリウムに供給する重量をそれぞれ調整することで酸素濃度、二酸化炭素濃度を個別に制御できる。十分に反応させるためには触媒の追加や流形、形状の工夫もまた有効である。 工業用酸化剤として二酸化炭素の除去や除湿に使われる。ロシア連邦宇宙局はソユーズの酸素発生機における酸素供給源として実用化され、非常用酸素マスクにも応用されている。潜水艦、潜水服や消防服などの用途もあるが、水との反応性が高いため使用は限定的である。二酸素の誘導体は、欧欧結合の結合次数と相関した。 特徴的な結合帳を持つ。ありがとうございます。